シナプシュチャンネル。ピッピピピピピピピ。ふわふわ。すごい、山奥に来てます。こんな人気のないところでシナプシュの映画が今もひっそりと作られております。川の中に入っての過酷な撮影がすでにスタートしております。映画のクルーの皆さんが一生懸命、ニューちゃんです、プッシュでーす。皆さん、ほんと川の中に入ってお疲れ様です。岡林プロデューサーとヒータンミータンです。監督、ああどうも、お疲れ様です。シナプシュの映画が公開されるということで、はい、監督どうですか、どういう映画なんですか。プッシュプッシュが大事なものを探しに行く旅の映画になってるから、乞うご期待。めっちゃ曇ってる。撮影は順調ですか。めっちゃ押してます。ちょっと急がないとまずいです。これは急ぎます。違うもん。あ、そった、うん、じゃあ、一体目のが可愛かったですね。あ、じゃあこいつの一体目。それにほっぺをつけたらいい。監督、今日はどんな撮影なんですか。今回は映画のメインビジュアルのポスターの撮影になってます。宇宙空間がちょっと大きな惑星に見えるような、まあ、宇宙空間に大きいプシュプシュがいて、そこにみんな集合してるみたいな感じで作りたいなと思ってるんですけど、一体一体撮って後でこう合体させようかなと思ってます。そう、なんか惑星とかロケットとかを後でこう上に浮かばせたりとかする感じにしようかなと思って。なるほど、これなんですね。この惑星はあの太陽さんってコーナー作ってる、この横井さんが作ってます。横井と申します。作ってくれました。これやっぱ読まないんじゃないかなと思って。読むけど重いっていうか、説明的ってことですね。そうそうです、かなり説明的です。ここをやめてこっから下で処理しようかっていう。ワイドで撮ったらどう見えるのかっていうのをやってみたいです。はい、OK。
わかりました、それも煽りで。それと比べて、なんかいい方で。モニターも一枚もらっていいですか、パソコンの。はい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 。あ、かわいいわ。これかわいいわ。あ、これはかわいいわ。え、すごいかわいくないですか。クールな感じだって。ちょっと黄色が多いかな。あ、暗い方がいい。いいのかなって今。あ、いや、ちょっと待ってくださいね。いや、俺意外と。意外とがいいってなってます。意外と、いや、なんか。こうサイダー感っていいなって。あの粒のやつだったらこのこういう濃いやつでちっちゃいやつ作ってるから、クレヨンの色味がやっぱり少しかけてて綺麗なんですよね。塗った後にクレヨンで描いてるんですか。はい、同じ色だから、ね、そうですね、ヨロレイキ、特にヨロの価値が結構近い。あとこのお酒、お酒大丈夫だと思います。この子が、そんな悲しい思いをさせない酒。いや、でも山田さんのうちに匂い取った方が、結構傾いちゃって良さそう。上手が下がって下手が見慣れてたから、逆に、うん、そっちの方で右手が上がって、カメラ目線でいい、はい、カメラ目線で大丈夫です。かぶってるかぶってる、かぶってるか、ちょっと寝具かぶってる、それで目線だけこっち無理だよね。この手で隠す、あ、手で隠しましょうか。すごい、ライティング成立したかもね。え、良さそうですね。ピピピピピピピ、うわ、はい、はい、カット、ありがとう、またよーい、出てて、はい、出た、シュッ。